こんにちは、ゲジナタマです。今日の話はマッシュポテトとポテトフリッター。マッシュポテトはあまり美味しくないよ。マッシュポテトはあまり美味しくない？スーパーの乾いているパウダーの話じゃないね。本当のマッシュポテトを食べたことがないと思います。作ってみて。もっと美味しいですから、今日はマッシュポテトと人参をします。じゃがいもだけでもいいですけど、これぐらいが3か4人のためにです。水を準備します。洗ってから人参を剥く。浮いた皮が鶏にあげます。野菜が全部同時に焼くために人参を切ります。じゃがいもがそのまま剥きません。ハーブがあったら使ってください。私はマッシュポテトとオレガンのが一番の美味しいと思います。茹でてからじゃがいもと人参を入れてください。じゃがいもがちゃんと焼いてわかるためにフォークを入れてください。硬いだったらまだです。入れやすいだったら OK です。今から手で剥きます。あちち、気をつけてください。材料があったら使ってください。
なかったらフォークを使ってください。鍋に牛乳を 10cc を入れてください。温めてポテトと人参のマッシュを入れてください。優しく火をしてください。60グラムバターを入れてください。ちゃんと混ぜてください。好きな質感をしてください。硬すぎと思ったらもうちょっと牛乳を入れてください。オレガンかエーブを入れてください。できました。いただきます。今日終わりです。質問があったらどうぞ。ほらほら、何このレシピ、まだいっぱい残ってるよ。どうするの。
はいはい、いつもわざとでいっぱい作ります。ポテトフリッター作るために、残ってるマッシュポテトに卵を1個入れて、小麦粉もちょっと入れてください。パンで油を温めてください。熱いからマッシュポテトを入れてください。Et voilà, beignet de pommes de terre. C'est très bon. 今からフランス語を勉強してください。今日終わりです。質問があったらどうぞ。いつも下手くそな日本語すいません。頑張ります。ビデオを見てくれてありがとうございます。チャンネル登録したら嬉しいです。またよろしくお願いします。